最近スクール通いまくっとるんですけど、なかなかうまくならん。で、今回先生お連れしました。よろしくお願いします。おー、すごい。すごい。おーい。すごい。やっぱ YouTuber だわ。すごい。さっき4番ホールだけは隠しホールで、あのショートホールで今の練習になったけど先生がボギーで、僕がボギーですか。ボギー対ボギー。めっちゃ右行っちゃったっすね。皆さん、前回あの3ホールやって、はい、ミオの4ホール練習で大江グランドボールの渡辺先生って、まあ、前回も紹介したんですけど、はい、あのもう普通のプロ教えるだけです。教えるだけです。プロホールで、まあ俺もずっと今最近でもまだ行って10回とか数回でこんだけ変わってきてもいいな。木から出てきた。めっちゃ木だったね。まあこんなもんやから、まあ、こういうのが楽しいわけな。そのプロと比べたらかんね。あ、うまくいきすぎやん。そう、そう、うまくいきすぎとった。さっきやな。おー、すごい。ぐっしょ。うわー、もうほとんど、もうほとんど、え、もうめちゃくちゃ近くなってる。ほとんどよな。すごい。これがドライバーの仲間で、はい、ウッドって言うんだけどさ、はい、3番ウッド。先生何番ウッドなんですか。3番ウッド。俺5番ウッドだ。もっと優しくなるね、番手が多い方で、ドライバー1番は1番ウッドで、俺はもう3番ウッドがもう難しすぎて長いもん、ね、もっと長くなってくるもんで、ああ、もうもう打てへん。だからもう絶対5番しか使わない。あ、これですか、これ。あ、こんな手前に落ちた。3ダメだけど、はい、OB だったら3、4、次5ダメ。あ、プラスされていくってこと。当たりが良すぎた。めちゃくちゃ良かったですね。あ、また左だ。あーが、こうなっちゃうと人生終わりってやつです。3、4、5、6、5、6の7ダメ。何ってこの球が700円ぐらいすることが終わりってやつ。結構だと思う。700円2個無駄にしました。おー、おー、めちゃくちゃ当たりわ。通り越しちゃったんですね。おー、いい感じですね。おー、ナイスタッチ。これ難しいんだよ、下りだもんで。めっちゃ転がるじゃん。すごい。急だね。お、おい。いい感じしたけど十分っていうことは8オン2カップ2パット10ですね。今日これで終わろうと思います。もう都合悪いんで。すごい、もう機嫌上がる。めっちゃテンション上がった。2まで良かったけど3から崩れてったっすね。3が崩れた。いやでも当たりがいいから、やっぱ先生教えてもらってスイングが良くなったんだよ。これ次どこを目標にするんですか。あそこですか。これ川に落ちた場合どうなるんですか。ペナルティーです。はい。すごい。あ、でもちょっと巻いた。これあ、やばいぞこれ。バンカーじゃない。あ、でかい。バイ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 。スタンド。あれやだ。
でも2回トップしたもんね。うわ危なかったね先生。あ難しいよね。で下から打つもんでさ、この上から落ちてこんもん。どうなるんだ。すっごい。一番難しいからね。まあしょうがないですね。おお。いい感じ。すごいすごいすごい。すごい。今のすごいです。すごい調子上がってきましたまた。今までもうひどいスイングしとったもんで。おおすごい、すごい。おお来た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 。うわー美味しい。またボギーです。ボギー先生調子悪いですね。こんなもんです。普通だったらもう本当ワンオーバーとかもあるもん。ハーフとかすごい、ね、パープレーでもある時ある。最近はないです。最近ないですか。はい、でもなんかこの間もコンペ3オーバーかなんかで戻ったんで。あるよね。70代やってるんでしょ。70代最近出ないなぁ。マジっすか。そんな上にか教えましょうか。90代90代じゃない。俺も100切るから。やっと100切れるようになってきた最近教えてもらって。でただもう練習中めちゃくちゃ調子いいからいろいろ教えになってるから、うん、もう絶対に今日は80代ですって先生に連絡するんだけど、うん、それでも90だから。ちょっと気持ちいいだろう、この山のさ、この下から見て、ね、美しいだろう。これはまた気持ちいいんだ。自然だね。そうそうそう。現場で頭おかしくなってるやつが現場、あのこういうたまにゴールして気持ちよくなって、緑見て心を穏やかに、心を穏やかにする。あーもう周り癖で取る。体が回ってない。先生、あそこだろ。はい。これ見て、後ろから見て、またちょっとミスショットしたらやばいじゃん。木が邪魔をして、あーいかん、調子悪い。あ、池か。止まった止まったって、ギリギリですね。乗ったー。すごい。乗ってるね。乗ってますね。乗ってるな。やっぱすごい。だいぶ本領発揮して、やっぱすごいだろ。やっぱカメラ慣れもちょっとしてきたのかもしれない。カメラ慣れもしてきたのかもしれない。ちょっとな。おお、めちゃくちゃいいですね。いいっすよね。アプローチいいっすよね。やっぱお得意ですね。やっぱお得意。うまいだろ。すごい。いや、アプローチマジで最近本当にいいの。なんかスイング回数が出来上がっとる。いい感じですよね。見て、距離ぴったりだから。すごい。54、ちょっと上りだから56ぐらいかな。めっちゃ綺麗。まあ、もうほぼほぼこれだったらもうパーだよな。OK だな。すごい。よし。ただパー。おお、すごい。すごいです。やっぱりカメラ回るとすごいですね。すごいよ、強いよ。うわー、よいしょ。これは先生、調子上げてきたな。これ先生これ出たんちゃうか。あでも先生ちょっと負けとるな。俺のが右だったね。あ勝っとる勝っとる勝っとんちゃう。勝ってる。おーよし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 、すごい。だろ。でこの旗が250。
これね、置いてあるとこバラバラなんですよ。大体240ぐらいのとこ置いてあるから。240ぐらいは飛んだんじゃないかっていう。うん、すごいな、先生。あ、先生ダフった。ダフった。ダフった。あ、でもそ、あ、全然短い。3、2、1。見とけよ。はい。乗せるぞ。はい。軽く振って。はい。120ヤードピッチング、こうだろ。はい。力抜いて。あかん。あーい。あーでかい。あーやばい。なんで？はい、OB。OB。こんなに飛ぶか。お。こうやって打ちゃいいんだな。ちょっと右だけど。でかいもね。お。すごい。じゃないな。あー弱い。いい感じ打ったっすけどね。うん、うまいね。オッケーオッケー。ゆうちゃんから見たらみんなすごいね。いやもうすごい。あー惜しい。これ入ったらほんとはバーディーだったんですね。いや、パーパー。あ、パースか。だって1回ミスした。あ、ミスショットなのか。なんで俺は3位、4オンだから入れたらボギー。おー面白いだろ。面白い。あ、すごいね。面白いだろ。これできるようになったらマジ面白そう。マジ面白い。主義なんか結構さ、体使ってるから飛ぶやつ多いしさ。確かに、たまにの休みに超気持ちいい。そうそう。ちょっと練習とか見に行ったらバイバイしちゃう。面白いでしょ。はい。最終ホール来ました、先生。最終ホールです。最終ホール。硬くなるよ、こうやって言うと。先生がカメラ慣れしてないから。おー、すごい。すごい。おぉいい、オッケー、ナイショー。ドローかかったし、かも人生初ドロー。完璧ですね、こう入ってたっすね。素敵。力抜いたらこんなに簡単なんだ、ゴルフ。力抜いたらこんなに簡単なんだ、こんなに簡単なんだ。これは飛んどるぞ、俺。どこにいるの？どう、二人とも。あれ？先生どこ？先生ここにいます。あ、先生ここ、先生です。見て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 。本当に。幸せ。嬉しそう。嬉しそう。めっちゃ嬉しい。こんなやっぱ今日やっぱ雪もあったから。しかも今日天気良くてめちゃくちゃ気持ちよさそうに見えますね。気持ちよさそうだな。しかもさ、なんかやっぱカメラ回ってるもんで、ね、怒らんじゃん。だからいいかもしれない。もう出れないやし。ああ、そう、失敗してもね。そうそうそう。もうコンペやりたいんだよね、理解道場でね。面白そうだよ。20人、30人集まって。オンニーズで行くみたいな。そうそう。で、4人1パーティーでみんなで順番に4人ずつ発射して。結構面白いじゃん、みんなでわーって言って、うん、でも塗り替え道場にそんな気やる人がいないね。いやだけど、だってその視聴者から募集して、うん、例えば20人呼んで、うちの社員も5人呼んでとかで、1チームずつ1人ずつ入るとか、うん、面白いじゃん。だけど俺のこの動画今日みんな見たらビビるんじゃないかな。上手すぎて多分これ3球ぐらい打ったやつ使ってねえかと思ってるんじゃないですか、みんな上手すぎて。綺麗に打ったやつだけ。これ2球目、3球目使っとるだろうってなあ、上手いように編集しとるだろうって。意外と一発ずつそれぐらいいいんだ、俺。わあ、やばいやばいやばい。先生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 。やばい。俺もやばい。右足下がりは左に出やすい。はい、やばい。先生。トップ今音が悪いんだろう。トップショットだ。これトップっていうのは。下行ってないから、球がスピンかかってないから止まんない。あ、で、どんどん行っちゃうんだ。この位置が当たっちゃったの。コーンって行ったじゃん。うん、行って。面白くないなぁ。俺いいだよ、俺いいだよ。めちゃくちゃなこと言ってましたよ。おお、すごい、めっちゃすごい。
調子良さげ。調子良さげ。こういう時にさ、ショート動画撮ってないんですよね。確かに確かに。撮るとなんか力入ってるから。いいとこ見せたい。惜しい。でこれな、最後。な。いや、入れたバーディー。お。パーがやばい、ちっちゃいやばい。これピンチじゃん。パーもやばいや。またもやばい。やば。これ入れたらボギー。おお。ダボー。これ。ね。もう完全に俺カメラ回ってなかった。カメラ回っててよかった。うわあ。で、うわあ49。うわ。先生41。いや80。まあこれかける2すると82じゃん。これ49。だから、かける2すると98だもんね。まあ、わー、かけてる人で1割ぐらいしかないですよね。そうだね、ゴルフ人口の。まあまあ、まあ、そこそこだね。まあ、悪くはないけど、目標達成いかずって感じ。まあ、目標達成じゃなくて、4号機みたい、これは。うん、ぜひね、皆さん、公営グランドゴルフ の渡辺先生で練習してますんで、まあ、今日はこれで前半取って、まあ、後半は本当プライベートで遊ぼうか。で、お前も練習してね。はいはい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、また、また次回も、数字伸びたら参加してください。はい、じゃあ最後、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てねー。勝手に俺も進めるもんね。ついてきてない。幸せも何もねえもんな。ついてきてないから。